歴史好きの宮島さんはこれまでにも岐阜にゆかりのある武将明智光秀や徳川家康らを題材にした歌を手がけていて今回は第5弾として豊臣秀吉を題材にしたカラオケソングの歌詞を作りましたきょう大垣市役所を訪れた宮島さんは楽曲の CD300 枚と DVD5 枚を市に寄付し石田仁市長に目録を渡しましたいい カラオケ用の映像も撮影場所を選んで制作しました。歌の2番に登場するのが、スノマ一夜城で、歌詞の中では、ここはスノマタ、カの地、夜明けに浮かぶ一夜城と表現しています。宮島さんは、一夜城の築城に使われた木材は、田嶋市の隣の愛知県犬山市の山から切り出され、木曽川で運ばれたことなどを解説し、 秀吉の発想力の豊かさを評価していました。大垣市では寄付された CD を角又地域の活動に活かしていくことにしています。